はい、どうも。ですね、前回、結構前になるんですけれども、マフラーを交換しました。はい。でですね、そうですね、取り付け自体は5分ぐらいで終わったんですけれども、動画を撮る時間がなくて、ちょっと遅れてしまいました。ですね、マフラー自体は、出口はあんな感じですね。はい。で、直径がこんな感じでして、太鼓が、ここに来るようになりました。非常にコンパクトになりましたね、マフラーが。なので、ブッシュも1個減らせましたし、いろいろ、音も良くなったしと、なかなか満足しております。では、これからですね、少し排気音を、取っていきたいと思います。風がね、ちょっと音が入っちゃうかもしんないんで、角度を変えますね。こっち向きにすればいいのかな。はい、それでは撮ります。